加藤茂之加藤茂之9月6日から1969年6月30日は、大正、昭和期の音楽教育者、音楽学者、政治家、家族、貴族院男爵議員、日本での音楽史研究、音楽美学の開拓者の一人、医師、加藤昭丸の次男として、東京で生まれる、父の死去に伴い、1925年11月2日、 男尺を就職した。1920年、東京帝国大学文学部を卒業し、さらに同大学院を修了した。1922年から1924年まで、フランス、ドイツに留学する。帰国して、東京美術学校講師、東京高等音楽院講師、女子美術専門学校講師、東北帝国大学法文学部講師などを務めた。 1932年7月、貴族院男爵議員に選出され、厚生会に所属して活動し、1947年5月2日の貴族院廃止まで2期在任した。この間、与内内閣、匠山予感、演劇、映画、音楽等改善委員会委員、文部省委員などを務めた。戦後、東京音楽学校長を務め、学生改革で、 東京芸術大学が発足した際に、初代音楽学部長に就任した。その他、女子美術大学理事長、学長、日本音楽学会会長なども務めた。1969年6月30日、廃棄種のため順天堂、大学医学部附属順天堂委員にて死去。ありがとうございます。